どうもドルチェイスです。以前ですね、木刀で竹が切れるのかって企画をやらせていただいたんですけど、あれ失敗してしまいましたので、今回はですねちょっとねもっと硬い木刀を手に入れましたので、それでねやっていこうと思います。じゃあここどこですか、ブラック企業やばいよやばいよ。はい、というわけで今日の動画はちょっと雑になっちゃうんですけれども、竹の切り方はですね、まず横からでスマッシュを入れることでひびが入ります。でひびが入ったらそこの隙間にですねちょうど入れてずっとやると、あとはですね重みでですねブザーでね倒れるって感じでございます。じゃあやっていきましょう。まず横攻撃ですね、いきます。ワン、あ、撃てやん撃てやん、どうしてだよ。嘘、結構高かったよ、結構高かったよ。嘘でしょ、俺の今日のバイト代これで終わり。どうしてだよ。あのさ、降りちゃいました、どうしてだよ。何がさ、硬い木刀だよ。こっちはさ、汗水垂らしてさ、6000円さ、稼いでたでよ。木刀の硬さっていうのはさ、1位菓子、白菓子、そして本赤菓子っていう順番に高くなってね、お値段も高くなるわけね。それならば、6000円もするね、もうこちらの白菓子ならね、大丈夫じゃないかと。うん、こちらの商品は硬くて丈夫ですってさ、何がさ、硬くて丈夫だよ。やるならね、来ていいよ、うん。やるならさ、ね、来ちゃっていいよ、こっちはさ、拳でね、勘弁してくれよ。うん、白菓子が壊れちゃったから、次は1万円以上する木刀の本赤菓子でやるっていうの？もうやるやらいいよ、こう聞こえよ、これ本赤菓子が1万2千円じゃなかったっけ。ちなみにさ、木刀ってのは高いのだと10万円ぐらいすんだよ。なんだよ、10万円の返ってんのかよ。やるなら来いよ、おい。何やってんだ俺。さ、うん、まあ、前回ね、うん、木刀でじゃなくて、もう模造刀で竹も切ったからさ、まあ、じゃあまあ、いけるんじゃないかとね、白菓子で。ねえ、ほんとにもうさ、この度はね、もう、6000円が一気に消えてしまったと、もうこの動画のオチがなくてめちゃくちゃ困ってるわけでございますよ。どういうオチにしようかね。この動画のオチ？さ、やるなら来いよ。すいませんでした。円も払って買った木刀がさ、